どうだレイ君、何か感じるか？ええ、感じます。2ポイント10の方向かなり離れてますが。うん、計算通りだ。ほぼこの軌道で間違いなかろう。やっと捕まえたぞ、土星の浮遊遺跡。何？どうした？何か来ます。何か？一体何が？わかりません、こんな感じ初めて。プラットホームより小川村家、調子はどうだ？小ミスファイアーもないし、変な振動も収まった。いい感じだ。当たり前だ。このグレゴリー・クラウス様がオーバーホールした機体に異常があってたまるか。よし、それじゃあ試験飛行はそのぐらいにして戻ってこい。冷蔵庫のビールが飲み頃だぞ。わかった。ん？どうした？どうやらビールはお預けだ。クレッグ、救難信号が来ている。救難信号？座標284659。近いな。こっちでも確認した。例の大学の先生のシャトルだ。大したことはないと思うが、一応様子を見てきてくれないか。ああ、わかった。こちらは小沢村木、所属不明の敵変態と。敵？奴ら一体。さあな、だが敵であることだけは確かだ。奴らの戦闘艇を見たか？俺たちのとは違う。違う？そう、まるで映画のエイリアンシップみたいだ。あの、OF-1 のパイロットの方ですね。パロン・レイです。さっきはありがとうございました。 いえ、あ、自分は辺境惑星守備大隊
第二中隊小沢村中尉であります。本当に助かりました沢村さん。いえ。じゃ、なんで俺だと分かったんだろう。Target inside. Seven Wave Falcon.
third flavor. この機体では。それでね、ショー、私どうしてもその服が欲しくて、結局どうしようかと思ったんだけど、買っちゃったの。ショー、母さんは頼んだぞ。父さん、俺たちより宇宙が、あの戦闘機の方が大事なのかよ。お前にもいつかわかるさ。父さん。ショウ？ねえ、ショウったら。大丈夫？疲れてるの？いや、なんでもない。大丈夫だよ。全 OF 部隊は地球第三ハンガーへ集合してください。来るべきエイリアンフォースとの戦いに備え、我々は新たな戦力の開発を行ってきた。紹介しよう、 OF3 ガルーダ。これはアビオニクス系サイバーコントロールユニット。運動性能、可視系統全てにおいて従来の OF1 に数倍する能力を持ち、さらに従来のものに加え7つの戦闘パーツが装備可能だ。諸君、我々は勝つ。